神戸本部ファンネルマーク株式会社フェリーサンフラワーは、大分県大分市に本社を置く、海運会社。本部事務所は、兵庫県神戸市にある。大阪商船が、別府温泉の観光開発を目的として、開設しの地に、関西汽船が、フェリー化した阪神、別府航路や、ダイヤモンドフェリーが、日本で2番目の長距離フェリー航路として開設した、神戸。 大分航路などを引き継ぎ、商船三井フェリーの登録商標、サンフラワーの船名を使用して、長距離フェリーを運航している。サンフラワーアイボリーリ、別府国際観光港、サンフラワーコバルト神戸港、ポートターミナル、サンフラワーゴールド大阪南港、フェリーシ島松山港、サンフラワーキリ、島、大阪南港2011年2月。 客離れを防止するため往復とも千中泊の0泊3日、プラン、弾丸フェリーを神戸大分、大阪別府、渋市の各航路で販売開始した。サッカーワールドカップで人気を集めた弾丸ツアーをヒントに企画され、滞在時間が限られるといった制約はあるものの、最も安い場合は往復1万円という運賃が人気を呼んで2013年時点で、 利用者全体の2から3割を占めているとされる。2011年には、阪神、別府航路の開設100周年を記念したキャンペーンを行い、スタンプラリーの開催、レストランの記念メニューの提供、オリジナルグッズの販売、10月8日には、大阪発別府行きで1975年の中高便廃止以来36年ぶりに、別府航路の中高運行を行う。 よみえる昼の瀬戸内航路などを行った。なお100周年キャンペーン後も、年4回の頻度で、昼の瀬戸内、感動クルーズと銘打って、神戸大分間での昼間運行を行い、2020年度からは、昼の瀬戸内海カジュアルクルーズに解体。2019年5月には、フェリーサンフラワー設立10周年を記念し大阪、渋谷間でのワンライト運行を実施。2012年9月には、 昭和の町がある大分県文後高田市の協力でサンフラワーパールの船内に昭和レトロなお部屋を再現し乗船者は無料で見ることができた。なお、好評だったため2013年1から3月、5月から7月にも実施されている。2013年6月1日からは神戸大分、大阪別府、渋市の各航路で熊門、神戸大分、 大阪別府の各航路でハローキティのキャラクタールームを設置。カーテン、シーツ、クッションなどがキャラクターを描いたものになっている。また、2014年から2018年には大阪渋士航路でグリブーと桜の仲良しルームを設置していた。高速バスとの連携も行われており、大分港ではパシフィックライナーと接続しており、 西大分港前の大地港町バス停にて、西大分港到着に合わせて、宮崎行き2便、西大分港出港に合わせて、ライブ行き1便が接続している。渋志港では、鹿児島交通、サンフラワーライナーと接続し、ありがとうございます。